キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、エラーを解決するほどスキルになるというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組の方ではですね、自作アプリを世界で売るための戦略というようなところで、主にYouTube の方で配信させていただいております。 YouTube の方はですね、iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話の方がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズまたはアプリ作る社長で検索していただくと出てくるかと思います。では、本題のエラーを解決するほどスキルになるというようなところで、私の方ではですね、ここ数日学びに関する配信が増えてきてるようなとこがあるんですけど、今回もですね、少しエンジニア向けなお話をさせてください。マーケティングにしろね、エンジニアにしろ、また何かね、プログラミングとかでこうコード書いて、いろいろ日々ね、アプリとか開発してる人にしろですね、エラーをね、解決する時ほど学びになることはないんですよね。なので、この部分ですよね、一つちょっと深掘りしてお話しさせていただければなというようなところもあるんですが、私はですね、過去にも少しちょっと申し上げたところはあるんですけど、特にね、中でもプログラミングの上達に関してはですね、ビルドした数で決まるというようなところ、インプットした数じゃなくてね、本とかね、勉強した、時間とか、それよりもですね、いかにね、アプリを作ったりしたかだとか、自分の書いたね、スクリプトを実行したかだとか、そういうことで、結構その人のスキルっていうのが決まってきたりするんじゃないかなというふうにこう考えていたりもしております。というのもですね、やっぱりビルドしたりするとですね、いろいろエラーが吐き出されるんですよね。で、そのエラーとどれだけ向き合ってきたかというようなこと、これがすなわちその人の経験にもなったりするようなとこがあるんで、だからこそ結構そのエラーを解決してきた数っていうようなものが、その人のこう技術なりスキルになってくるんじゃないかなというふうにこう思ったりもしております。で、実際ね、どのようなエラーがいいのかっていうとですね、これはネットとか教科書にそのままの解決策が書いてある類のものよりか、今までね、誰も遭遇したことのないような類のエラーですよね。それにこう、いかに対峙してきたかだとか、そういったものの方がですね、絶好の学びになるのかなというふうに、それがまさしくこう経験になるんじゃないかなというふうに思ったりもしております。かくいう私もですね、これまでいろいろなエラーに直面してきておりまして、で、最近また初心に戻って Python とかいろいろちょっと書いて、新しいこうね、プログラムとかこう作ったりしてるようなとこあるんですけど、特にね、今回ちょっとやりたいことはですね、クローンと組み合わせて、ウェブ情報を自動収集するようなものを、自己使用向けなんですけど、主に、YouTube でも仮想通貨の番組の方で、少しちょっとお話ししてるようなところでもあるんですけど、クローンっていうのはですね、タイマーで所定のスクリプトを自動実行させるような、そういったようなツールのものなんですけど、このクローンでこの Python を動かすっていうのは結構ね、大変なんですよね。というのが、普通に Mac のターミナルの環境とかだったらですね、全く問題なく動くのに、クローンを経て動かせようとすると、なぜか止まってしまったりするような、そういうようなものが結構多かったりするんですね。はい。で、この時にですね、どんなエラーが起きてるのかっていうのが、なかなかね、そのエラーの箇所を見つけるのが大変だったりするようなとこがあり、先日もですね、私ボンミスしてしまったのがですね、記述がね、やっぱりルールがちょっと違うんですよね。Mac のターミナルとかだったら、普通に相対パスとかで、ファイル指定とかできたりするんですけど、クローンで動かすには絶対
対パスでやらなければいけないみたいなね、そういう暗黙のルールとかあったりして、まあ、こういうのをね見逃したりするとですね、まあ、かなり、まあ、その時はですね無駄に2時間ほどこうエラーの解決、を探すのにちょっと、まあ、苦労したなっていうところがあったんですけど、まあ、ただね一方でこのね、まあ、蓋を開けてしまってエヴァもう簡単なあのエラーなんですけど、見つけるのがやっぱ大変で、まあ、その時にね結構ボンミスで悔しかったりするようなところがあるんですけど、ここだったかみたいなね、そういうようなところね。ただこの、ここだったかみたいな、そういう悔しがるようなことも、長い目で見ると結構いい経験なんじゃないかなというふうにこう思ったりしております。それが本題のね、エラーに、対峙した、数こそこう自分の経験になるというようなところなんですけど、やはりですねこのエラーに直面して悔しがった気持ち、これはですね長い目で見るとやっぱ、まあ、いい経験になるというか、そのまあ、悔しがるほどですねその注意点ってのが頭に焼き付きやすくなってるんですよね、はい、でその、頭に焼き付けば焼き付くほどなんですけど、次回また同じようなエラーにねエラーでつまずいた時も、まあ、そころの、まあ、予防策にもなるっていうような、そういうとこもあるんじゃないかなというふうに私の方思ったりもしております。何のね、まあ、悔しがることもなく、淡々と、エラー処理してたっていうんであれば、やっぱりその人のやっぱ経験になってないんじゃないかなというふうに思ったりもしております、そこがねボンミスであるっていうのが分かるというようなことも、まあ、それも一つの経験だと思うんですよ、はい、なので、結構ね本当にね、まあ、一行間違えただけで、数時間とかねそのエラー の解決策に翻弄されるなんていうようなことは、まあ、特にねプログラミングとかこうやってるエンジニアの方だったらよくあるあるの話でもありますけど、まあ、そういうものを一歩ずつ、まあ、歩んでって、それがそのやがてこう自分のスキルになってくるっていうの、まあ、これはね間違いないと思うんで、何かねこうエラーとかでこうつまずいた時も、まあ、なるべくねポジティブにこう考えていくっていうような姿勢、まあ、この一つ一つが自分の経験になってるんだなというふうにこう、思う、まあ、ここが結構大事なんじゃないかな、まあ、エンジニアとしてもですね、やはり上達する秘訣になってくるんじゃないかなというふうに思ったりしております。やはりね教科書とかネットにそのまんまの解決策がこう書いてるっていうよりか、いろいろぶち当たりながら自分で解決策探して、それで一つずつ、まあ、多少遠回りになるかもしれないですけど、まあ、そこでこうねいろいろ感情を揺さぶられながら解決するっていうようなところ、まあ、それが人の記憶にもね、まあ、こびりつきやすくなるし、それが次回ね同じような問題に、直面した時に、まあ、いち早く解決する術にもなってったりするようなところがあるんでね、まあ、この辺結構大切にしていってもらえたらなと思っております。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。